より会議を開きます。この際新たに議席につかれました議員を紹介いたします。第284番北陸信越選挙区選出議員小松豊君。お諮りいたします。文部科学委員長佐藤明君から委員長を辞任いたしたいとの申し出があります。これを許可するにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって許可することに決まりました。つきましては文部科学委員長の選挙を行うのでありますが、すでに内閣委員長および安全保障委員長が欠員となっておりますので、この際内閣委員長ほかに常任委員長の選挙を行います。議長、山田健二君。各常任委員長の選挙はこの手続きを省略して議長において指名されることを望みます。山田健二君の動議にご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって動議のとおり決まりました。議長は各常任委員長を指名いたします。内閣委員長上野健一郎君。文部科学委員長宮内秀樹君。安全保障委員長長島昭久君。日程大臣情報監視審査会委員辞任の件につきお諮りいたします。情報監視審査会委員松野博一君から委員を辞任いたしたいとの申し出があります。これを許可するにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって許可することに決まりました。つきましては情報監視審査会委員の選任を行います。衆議院情報監視審査会規定第6条の規定に基づき、情報監視審査会委員に小野寺逸則君を選任するに賛成の諸君の起立を求めます。起立多数よって選任することに決まりました。特別委員会の設置につきお諮りいたします。災害対策を樹立するため委員40人よりなる災害対策特別委員会、政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する調査を行うため委員40人よりなる政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会、沖縄及び北方問題に関する対策樹立のため委員25人よりなる沖縄及び北方問題に関する特別委員会、北朝鮮による拉致等に関する諸問題を調査しその対策樹立に資するため委員25人よりなる北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会、消費者の利益の擁護及び増進等に関する総合的な対策を樹立するため委員35人よりなる消費者問題に関する特別委員会、科学技術イノベーション推進の総合的な対策を樹立するための委員35人よりなる科学技術イノベーション推進特別委員会、東日本大震災からの復興にあたりその総合的対策を樹立するため委員45人よりなる東日本大震災復興特別委員会および
原子力に関する諸問題を調査するため委員40人よりなる原子力問題調査特別委員会を設置いたしたいと存じます。これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのとおり決まりました。次に地方創生に関する総合的な対策を樹立するため委員40人よりなる地方創生に関する特別委員会を設置いたしたいと存じます。これに賛成の諸君の起立を求めます。起立多数。よってそのとおり決まりました。ただいま議決されました旧特別委員会の委員は追って指名いたします。ご報告することがあります。元本院副議長渡辺幸三君は昨年8月23日逝去されました。通席の念に耐えません。謹んでご冥福をお祈りいたします。渡辺幸三君に対する聴取は議長において去る8月2日すでに贈呈いたしております。これを朗読いたします。衆議院は多年県政のために尽力され、特に意義を持ってその功労を表彰され、再度本院副議長の重職に当たられ、かつて商工委員長予算委員長の任につき、またしばしば国務大臣の重任に当たられた省三位勲位等渡辺幸三君の調整を哀悼し、謹んで弔詞を捧げます。永年在職議員として表彰された元議員葉梨信之君は去る8月14日逝去されました。通席の念に耐えません。謹んでご冥福をお祈りいたします。葉梨信之君に対する聴取は議長において去る9月28日すでに贈呈いたしております。これを朗読いたします。衆議院は多年県政のために尽力され、特に意義を持ってその功労を表彰され、先に社会労働委員長文教委員長公職選挙法改正に関する特別委員長等の要職につき、また国務大臣の住人に当たられた市長三位勲位等葉梨信之君の調整を哀悼し、謹んで弔詞を捧げます。この際、暫時休憩いたします。